久保田技術顧問の松永です。今回は久保田技術顧問の営農アドバイス大豆研第7回除草補完防除についてお話をしたいと思います。前回お話した基幹防除、土壌処理剤、2度の中耕培土、経用処理剤でこのようにきれいな補助を作ることは理想ですけれども、最近雑草の量が増え、このような基幹防除だけでは雑草が取りきれない補助が多く見られるようになりました。そのような雑草が多い補助では基幹防除の前と後ろに補完防除を入れることが必要となります。今回ご紹介するのは8前の非選択性除草剤の全面散布、基幹防除後の非選択性除草剤の梅間花粉間散布です。まず後期前の非選択性除草剤の散布についてお話しします。一般的に箸をする前に補助を後期しますが、補助の水分が多すぎたり彩度が荒すぎると雑草は土の中に入っても生き残ることが多くあります。雑草が多い時には特にそういう風になりやすいです。そのような補助では非選択性除草剤で雑草を前もって枯らすということが有効です。ただし非選択性除草剤の散布はあまり早すぎるとよくありません。あまり早すぎると春草に散布してしまい那須草を枯らすことはできません。また那須草に散布しても早すぎると散布した後に新しい雑草が生えるということがありますので、箸の1週間前ぐらいに済ませておけば良いと思います。箸前に除草剤の散布ですけれども、箸後2週間前の写真ですけれども、このような状態ではこの時期には多くの雑草が見えますが、非選択性の除草剤を散布することによって箸直前後期前にきれいに雑草を防除することができます。この後後期後運をして箸床を作り箸をすることになります。次に基幹防除の後に雑草がどうしても残ってしまう、そういう場合には非選択性除草剤を株間、梅間に散布する方法がございます。これについてご説明します。基幹防除である中耕培土を行った後でもこのように株元に雑草が多く残る場合があります。このような補助では手取りをする以外に方法はないのですけれども、手取りをする前に株間、梅間に非選択性の除草剤を散布するという方法があります。今回ご紹介するのは万能散布バーによる非選択性除草剤の散布です。万能散布バーは空中にノズルを吊り下げるのではなく、地面を這うソリにノズルをつけ地面に除草剤を散布するという装置です。ソリはゴム製によって横のバーに固定されており、前後左右に動くことができます。これによって土壌の凹凸があっても揺れが少なく補助に散布することができます。実際にその作業をお見せしたいと思います。皆さんが見やすいように水での散布の様子をご紹介しております。これは実際の補助での散布の様子です。後ろから撮った映像ですけれども、安定して梅間花粉に散布することができます。これは強茎栽培での散布の様子ですけれども、強茎栽培の場合はこのように相関が早く閉まってしまい散布が難しい場合があるので、早めに散布することが重要となります。非選択性除草剤を散布する場合のタイミングの散布時期についてですけれども、このように相関が閉じずに梅間が見える状態で散布することが重要です。梅間が見えなくなると作業者は非常に操作に苦労することになります。それともう一つはやはり雑草が大きくなりすぎる前に散布するということが重要になります。雑草が大豆の草丈よりも大きくなってしまうと除草剤をかけても大豆と同様に枯れることはありません。そうなってしまうと効果が大きく劣ります。このようにまだ雑草が大豆よりも小さい時期に散布するということが重要になります。散布後の効果を示した
写真ですけれども、このように散布によって稲間カブマの雑草がほとんど除草できていることがわかります。これは山形県での散布の事例ですけれども、収穫時期の写真です。観光区ではこのように大きな雑草がまだ残っておりますけれども、万能散布バーによる稲間カブマ除草によってきれいに雑草が防除できていることがわかります。今回ご紹介するのは非洗濯性の除草剤です。そのかけ方によっては大豆に害が出ることがあります。薬剤が本葉の下葉までかかりすぎるとそれを枯らしてしまいます。頭からかかってしまうと大豆を枯らすこともありますし、少しつらい場合もございますけれども、実をつけないという場合もあります。稲間カブマ除草をやる場合には丁寧にゆっくりとやる必要があります。最後にもう一度、失敗しない稲間カブマ除草箇条書きしておりますけれども、稲間カブマ散布の登録が取れている薬剤を使用するということ、稲間の地面が見えている間に散布しましょう。雑草が大きくなる前に株元まで本葉にかけないように散布しましょう。これをしっかり守っていくことによって手取り除草をなくすことができます。このように収穫時期に雑草がない圃場は見ていても綺麗ですし、収穫前の手取り作業も一段と楽になります。今回ご紹介した除草技術を定期に実施することによって、雑草のない大豆圃場を実現し、安定多収を目指しましょう。次回は病害虫防除と夏季の灌水技術について、お話ししたいと思います。ご視聴ありがとうございました。